はい、さあ今週もまずは中継いきましょう。はい、西尾くん。はい、今週は白馬村の白馬ジャンプ台に来ています。まあ、この場所といいますと、あの長野オリンピックで、スキージャンプの競技の会場ですよね。さあ今日は賑やかな雰囲気です。どうもこんばんは。こんばんは。夕方になって風はないんですけども、涼しくなってきたこちら白馬村なんですが、こちらでは今日からですね、はい、フィスサマーグランプリジャンプ白馬大会が行われているんです。先ほど午後6時から競技がスタートしたばかりということで、ちょっとここで、競技映像をご覧いただきましょうか。こちらのフィスサマーグランプリジャンプ界にとって冬のワールドカップと並ぶ重要な大会なんです。で、世界6カ国で12戦を行い、優勝者が決まるということで、今ですね、ちょうどジャンパーがですね、白馬の大空へ飛び立ちました。見事なジャンプです。さあ、この白馬大会、世界14カ国からトップレベルのジャンパー。